ばんは。こんばんは。昨日仙台に行っておきまして、今日帰ってきたんですけども、石巻と気仙沼ですか、まあ凄まじい状況でしたけれども、今ですね、皆さんご承知のように、なんか頑張ろう日本とかわけわかんないようなところになって、まさに、まあ、一億総懺悔みたいな話になってるわけですけれども、やっぱり責任者っていうのはきちっと責任を落とし前につけさせるっていうね、水に落ちたりもあって水に落ちてもいないやっぱりきちっと水に落として打たなくならないというふうに、思います。それでその原発文化人というのがね、すさまじい金もらってるわけですよね、あいつらでそれについてはですね、今日発売のほやほやの週刊金曜日、臨時増刊号ってありますんで、この間の原発文化人、25人ずらっと表紙に並べたやつは完売したんですよね。でそれで、なんて言いますか、ちょっと増刷ってわけにもいかないもんですから、増刊という形で書きました、ね、まあ、他に今まで高木仁三郎さんとかがいろいろ金曜日書いたりとか含めてでしたんで、でご承知のように、まあ、これ読まれた方はあれですけれども、ですからこれについてはですね、さっきの神田さんの話のように、文化人の方はこれで改めて、なんかね、ご購入いただきたいで、今日は東京電力の方の話を私なりにしたいと思います。で、皆さん方東京電力の会長、社長というのが出てきて、まあびっくりもしないかもしれませんけれども、あまりのお粗末さっていうかですね、私は経済記者10年やってましたから、大抵あんなもんだっていうふうには思ってるんですけれども、殿様中の殿様なんですね。それにバカなつくるというふうになっていまして、なぜそういうふうになってしまうのかっていうふうなことをお話ししたいと思うんです。今日発売、昨日か発売のサンデー毎日にですね、いろんな形で今東京電力の批判っていうのは今ようやくできますけど、できなかったんですよね。みんな新聞テレビ全部その東京電力がこうスポンサーになってるわけですよ。だからほとんどできない。そのお金の額についてはこの中でも紹介しましたけれども、一つだけね、ご紹介しますと、例の10年以上前でしょうね、青森県知事選挙っていうのがあって、六ヶ所村のあれですから、そこはまさに原発賛成派が知事にならないと困るわけでしょ。それで賛成派と反対派と、それからこの一時凍結派っていうね、コムみたいなのが立った。この一時凍結派がですね、150万円を出してええっていう感じだけど、やっぱり世間的にはすごいこう人気があるわけですね。ダーッとか言ってやるわけでしょう。知らない人もいるかもしれないけども150万。そしたらその話が伝わったのか、賛成派ですね、原発推進派のバックには電気事業連合会、東京電力を中心とする電力会社の集合体、電気事業連合会、電事連、これがですね、それ以上の金出してね、応援するっていう話をするわけですよ。これが1億円、1億円、1000万円、150万お題なのに1000万じゃないんですよ。1億円、150万返して合わせて、それで1億円もらって行ったわけですね。
それをなぜ私が喋れるかというと、ね、一度、まあ、つい最近訴えられましたから、まあね、何か書くと訴えられるわけですね。なぜそれを書けるか、喋れる。議員秘書、捨て身の告白という本を書いてあるんです。これは講談社から全部前に出た。ここにそういうふうに書いてある。だから訴えるならまずそちらどうぞ。向こう訴えられない。それと高木甚三郎さんの市民科学者として生きるっていう本の中に高木さんに対してですよ、ある原子力業界の情報誌の編集長が、ある会社の会長が3億円を用意したので、そのどう使ってもいいからエネルギー政策、新エネルギー政策研究会を主催してください。要するに、まあ、過去だけで3億円どう使ってもいいですっていうわけですね。それで高木さんはその時点でですよ、今だったらそれは100億円の額だって言って、当時の金で3億円で100億円、つまりどのくらい金使ってるか分かんないんですよ。でもちろん、まあ、高木さん断るわけでもちろんね、私だったら断ってもらうなんでしょう、もちろんね。だから金の額が違うんですよ。買収する額っていうのはね。でそれをその原発文化人っていう人たちがみんな、そんなにはもらってないって。だからで東京その電力会社っていうのは地域独占なんですね。地域独占っていうことはどういうことかって、東京に住んでる人間が東京電力嫌だから東北電力の電気買いますってはいかないんですね。ね、ということはものすごくこの競争相手ないわけでしょう。だ独占企業っていうのは地域独占で、電力会社にはだから供給責任っていうのはあるんです、ね、供給責任を負っている電力会社がですよ、いきなり計画停電ですってバカな話じゃないんですよ。これだ計画停電もしやらなきゃなんないって言ったら、まず社長の首を出すのは先なんだよ。供給責任が負えなくなったってことなんだよ。だメディアも全然そんなこと書かないでしょ。計画停電しょうがないですみたいな話で、節電しましょうね。蓮舫の夫が見事に落ちましたけどね。余計な話しちゃった。節電とかわけわかんないこと言ってるけども、供給責任っていうのはあるか、それを負わされて地域独占なんですよ。だそういうね、基本的なことをメディアは書かないんですね。書かないっていうのは書けないのかな。で今日の朝日新聞見ました。なげなかそれ出てくるんですか。朝日も完全に焼き回りましたね。まあ前から焼き回ってんだから、ね、一つ一つ言われて私喋れない。中曽根っていうのはこの間別のところで書きましたけど、中曽根と正力でやるわけでしょ。で中曽根は原子力なんていうか最初の予算つけたやつなんです。やつっていうかね。でその時に学者がガタガタ言うと、その頃は、まあ、ガタガタ言う学者はまだいたんですね。今はほとんどいない、ね、ガタガタ言うから、そういう学者は札束でほっぺた叩くんだと。それが中曽根が言ったとされてるわけですね。ところが中曽根が政治と人生って、なんか自伝の本の中では俺が言ったんじゃなくて一緒にやってる稲葉治が言ったんだって言ったんですよ。お前同じ穴の無知なんだろう。つまり札束でそういうふうに貼ってやってきたわけ。貼られる本も貼られる本だよね。だからその額、札束の額ってのはだからさっき言った額で想像できるだろう。で東大はほとんどみんな行かれてるんじゃない。まだらめだかでたらめだかじゃない。
京都の方はなんかまだ生息を許されてるっていうのね、熊取六人衆とか言って2人だけ残ってるっていう定年にならないというふうな話でしたけれどもね。でいろんな形で、まあ、ようやく東京電力も批判できるようになった。金曜日なんかはできるけども、それで金曜日なんかはできるけどもっていう言い方はちょっとあれだけども、金曜日いろいろ会議も訴えられないんですよね、不幸か不幸か。その辺がまあ難しいところなんですけども、でいろいろ叩き方も工夫しなきゃならないわけですよ。それで 今週号ではね、今学生のほら就活っていうのね、で今企業のことは私はインターネットやらないからですけど、こうやる、なんかこうやるの、こうやるのって調べますよ。リクナビとか言うんでしょ。リクナビから言って会社のホームページに繋ぐんだってね。だつまり会社の出す情報しかないんでしょ。会社の出す情報をみんな本当の情報だと思ってみんな行くわけですね。でそれは話を聞いたから、じゃあ東電どうなってんだと思ったわけですよ。それで事務局長つもり、私やれないから長つもりジャパンの中里社長にね、社長だけど見せましょうかとか分からないけど、それで社長にたくさんやってくれって言ったらね、パッと出てきたんです。これがね、見事に面白いの。ついこの今もなんか皆さん帰ったらやってみてください。私は知らないけど、これがねすごいですよ。まず最初にね、私たちはこんな事業をしていますって書いてあるね。人、物、情報の集中する日本の首都圏、東京電力はこの首都圏で世界最高水準の電力を休むことなくお届けしています。休むことなくお届けしているね。それからエネルギーの力で豊かで快適な環境づくりに貢献することが東京電力の仕事です、ね。それからまあ3つの経営指針というのがあるんですよ。社会の信頼を大切にする。笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。未来を切り開く。人と技術が生きる。何も生きてないんだもんね。で、当たり前のように存在しなければならないのが電気だっていう。でね、そのためにですね、同社はその当たり前を作るために日々奮闘しています。日々奮闘してんだって、昔から。ね、それで求める人材の項に何とかやるか、社会的使命を支える頼りがいのある人材とかね。とすれば清水正隆っていう社長が一番頼りがいのある人材でしょ。これ社長なんて。この辺がね、本当ブラックジョークでしょ。いろんな会社のね、これ見てると面白い。だからしかし学生ってのはやっぱり知らないから、会社のことをね。私なんかその学生を中心として、これは本当の会社の姿ではないって一生懸命ずっと書いてきたわけですよ。でもそんなの全然見ないんだね。今学生っていうのは金出して情報を得るっていうのはないんだそうですね、やっぱりね。インターネットでこうやるとみんな、だから東京電力に入ってそんなはずじゃなかったとか、他の会社に入ってもそんなはずじゃなかったっていう話になるわけでしょ。だからこのね、やっぱりインターネットっていうのがやっぱり良くないんだと思いますよ、私は。